ウィレム・ブロイカーは、オランダのジャズバンドリーダー、作曲家、編曲家、サックス奏者にして、クラリネット奏者である。1960年代中頃、彼は、パーカッショニストのハンベニンクと、ピアニストのミシャ・メンゲルベルクと共演し、インスタントコンポーザーズ・プールを共同で設立して、1973年まで定期的に演奏を行った。 ブロイカーはグローブユニティオーケストラ及びギュンターハンペルグループのメンバーだった。1974年、10人編成のウィリエム・ブロイカー、コレクティフの指揮を取り始めた。演劇やボードビルから要素を引き出し、演劇的なものを始め方破りな方法を使ってジャズでパフォーマンスを行った。グループと共に西ヨーロッパ、ロシア、オーストラリア、インド、中国、日本、 米国及びカナダをツアーした。ブロイカーはクルトバイルの音楽の権威としても知られていた。1997年、彼はキャリードスワンと共にバイルの生涯に関して48時間にわたって放送する12部構成のラジオドキュメンタリー番組コンポニストクルトバイルを制作した。1974年、彼はレコードレーベルブバストを設立した。 また、1977年に始まり、アムステルダムで毎年恒例となった、クロップオーパスでバルパイルフェスティバルを開催した。運営していた、ホストミュージックパブリッシャーズからは楽譜を発表した。1992年、エディションズ・デライモンは、J ブズリンと F ブズリンによって書かれた電気、ウィレム・ブロイカーをフランスで出版した。ウィット・ガベリジ・ワルバーグ・パースが、 1994年にオランダ語の翻訳を出版している。ブバストは1999年に2枚の CD を含むウィレム・ブルーカーコレクティフセレブレーティング25イヤーズオンザ・ロードを出版した。1998年、ブロイカーはオランダライオン勲章を授与された。ウィレム・ブロイカーは2010年7月23日にアムステルダムで亡くなった。 彼は肺がんに苦しみ、長いこと病気を患っていた。ありがとうございます。